ヤブツバキの苗木を1000本贈呈いたします。お受け取りください。ありがとうございます。ありがとうございます。私たち象島が関東の椿の島であるとすれば、東北の気仙沼大島が椿の島として新しい復興を目指していただければ本当に嬉しいことだと思いますので、そういう気持ちで今日はこちらに参りました。気仙沼大島は震災の復興っていうこと長い時間かかりますけども、なんとかその伊豆の大島の方々にご支援をいただいて、一日も早い復興をと願っています。椿がそのためのテーマとして、活用できればと思っています。